広島の攻撃陣、さらには前に出てくる川村、松本というダブルボランチも含めて大事になりそうですね。そこを止めれるかっていうところ、セカンドボールの回収率を上げれるかっていうのが一つポイントですよね。はい。そして、まあ、キム・ゴンヒも練習にはもう合流してきているんですけれども、今日のメンバーに得点も取れる、そして守備のスイッチも入れられるのが大橋。楽しみですね。前半のキックオフは札幌です。2024 J1 リーグ第9節、北海道コンサドーレ札幌対サンフレッチェ広島の一戦、前半の45分がスタートされました。いい奪い方しましたよ、はい、松本から加藤睦介、加藤の前、加藤のシュート、あーちょっと力入りましたかね、はい、間で新野が奪う、スパチョーク縦に流れた浅野へ、この後の関わりですよ、はい、駒井が中に入ってくる、その駒井には通らず、ただ後ろからスパチョークのシュート、ディフェンダーに当たって決まった、札幌先制、スパチョーク今シーズン初ゴール、1対0、札幌はこれが手元でオープニングシュートです。広島のミスからなんですよね、横パス相手に渡してしまったところから、はい、でここでしっかりと浅野選手が起点になって、ここから相手に当たった後のボールをしっかりと拾って、迷うことなく一瞬空きましたからね、空いてましたからね、ここの持った瞬間、このスペースですよね、少し運んでから右足、はい、寄せきれなかった分相手に当たって最後新谷選手ですかね、足、その後ろ中野選手体に当たってからですかね、馬場が対応、満田が中に入れ て松本大志の右足、ゴールキーパー菅野の正面です。いや満田選手のラスパス、ただ、はい、岡村が集中した守り、2人で行く、満田と岡村でファールはありません。ただ広島東加藤塩谷がこの位置、ワンタッチでナイスボール、松本が出ていきました。大橋でもう一度ボールを奪って、うん、松本、大橋、川村の左足、崩しが素晴らしいですよ、もう岡村対大橋、あっと加藤が行く、大橋奪って加藤、さあ3対2の形、加藤の前が空いたが、加藤かわしてシュート、杉野、もう一度杉野、ビッグセーブです。ここは岡村選手軽率でしたね、ちょっとミスから拾われて、はい、ずるずる下がって、ここしっかりと余裕がありましたし、ここまずとこの後の反応早いですね。クロス、最後は自分に当たって、もう一度クロスを上げる、松本のヘディング、わずかに左、うん、大橋倒れて、ここで長い笛、前半45分が終了です。前半はこの札幌スパチョークのゴールで札幌先制、まあ、札幌の場合シュートを手元の集計で2本、お互い分かり合えているというか、2人ともやっぱりフィニッシュ、そのシュート力もありますしね、いいもの持ってますから、前節は、はい、アウトするのでどういうボール入るか、ニアサイドこぼれて、まだルーズボールになっている青木のヘディング、青木がクリアして、越道、加藤、低いボール、まだこぼれて、大橋の前、後ろから中野のシュート、素晴らしい、広島同点、中野左足振り抜きました、今シーズンの2点目、コース素晴らしかったんじゃないですかね。後半の立ち上がり、菅野は一歩も動けず、スパチョーク対塩谷、ちょっと高いボールの応酬になっていますが、ここはししプレーオン、流しました、ボールが入って、松本ナイストラップからのシュート、ポストです。大橋がペナルティーエリアの中に入る、いい仕掛け、中に入れて、最後は小原のシュートですかね、はい、この辺の仕掛けは素晴らしいですね、やっぱり大橋選手、いい抜け出した、宮澤が抜けていった、はい、そこの宮澤、左足のシュート、ゴールキーパー大迫、やっぱフォワードだ、そして今試合終了の笛、最後は攻めた広島、耐えた札幌、1対1、勝ち点1を分け合う結果となりました。